小松崎茂、小松崎茂、小松崎茂、げる、1915年2月14日から2001年12月7日は、東京出身の画家、イラストレーターである。空想科学イラスト、戦記物、プラモデルの箱絵、ボックスアートなどで幅広く踊らした。小松崎は、東京の南千住で生まれ、青年期には、日本画家を志望し、課長画の掘った周奏に学ぶ。 しかし、転じて、周宗の弟弟子の画家、小林秀常の下で、差し絵画家の道を歩むことにな。1938年に、小樽新聞に、連載の五道圏縁玉の講談小説、白虎祈願の差し絵でデビューし、筆名は、久し方。翌年には、科学雑誌、機械科の差し絵で、戦争物や、空想科学を題材にした絵を描き評判になる。本名のほか 三村武志、もがみ三郎といった筆名を使い分けるなどして、機械化史上を賑わせた。第二次世界大戦頃には、小松崎の描く挿絵はが全注目されるようになり、小国民向け雑誌に、戦記小説の挿絵や、軍艦、戦車、飛行機などの戦争イラストを、数多く発表する。1945年の東京大空襲で、成果は全勝し、 それまでの資料やスケッチも灰になった。敗戦後の復興期、新中軍に群がる子供たちの姿を痛々しく思い涙を流したという小松崎は自分の絵で子供たちを励ますことはできないかと考えるようになり作品作りもより精力的に行うようになる。少年史向けに表紙や挿絵を数多くの雑誌に描き続け掲載された空想科学イラストは 当時の少年たちに、未知なるものへの想像力をかき立て人気を博した。1948年に、子供向けの絵物語ブームが起こり、SF 冒険活劇物語、地球 SOS が、少年画報社の月刊誌、冒険活劇文庫、後に、少年画報へ、海外で作画連載、1948から1951年、され、山川総司と人気を二分した。 以後、大平原寺、平原王、第二の地球など、西部劇物語物、科学冒険物と幅広く執筆し大活躍する。当時娯楽に飢えていた少年少女らはまさに映画を見るように物語と差し絵に見せられた。当時の小松崎人気は、凄まじく、いくつもの雑誌に掛け持ちで、連載や口への仕事を抱え、寝る間もないほど多忙な日々を送った。 1950年代半ばを境に、絵物語人気は漫画に押され長落していったが、1960年代には、戦争を知らない世代の子供たちの間で、戦記ブームが巻き起こり、各少年史で戦記漫画、読み物が人気となった。これを受けて、小松崎は、得意分野の緻密なメカイラストを様々な媒体で、披露を、多忙な日々は続いた。 1990年に発行された画集には、石森章太郎、千葉哲也、川崎登、松本霊二といった名だたる漫画家たちが三次の声を載せており、小松崎の絵物語を大いに愛読し、影響を受けたといった言葉が述べられている。藤子藤雄に至っては、ペンネームを小松原茂にしてサインも真似したほどであったという。あまり語られないが、 小松崎が、後の漫画界に与えた影響は、非常に大きかったと言える。小松崎の名声が、後世も、不動のものとなった要因に、プラモデルなどのボックスアート、箱絵、パッケージアートとも言われるなどに使用される、イメージイラストを多く手掛けたことが挙げらる。主に1960年代から1970年代に、かけて、プラスチック製の子供向け玩具が主流となり、 プラモデルが飛躍的に製造、普及し始めた頃である。プラモデルメーカーとして、感染、戦車を手掛けるタミヤ、サンダーバードの今イ井イ科学、1、76戦車模型の日東科学、1970年代のロボットアニメのバンダイなど模型業界の各社から彼は依頼を受けた。描かれたイラスト作品は各メーカーの要望に合致し、なおかつさらに上回る魅力と迫力があった。 戦前からのイラストレーターとして、第一次、プラモデルブームに貢献した第一人者となる。1961年当時、タミヤが多額の金型開発費を投入して、社運をかけた、モーターライズ戦車、プラモデル、パンサータンクを製作。そこでプラモデルを販売する際の最大のアピールポイントである箱江小松崎に依頼され、 タミヤの経営状況を知った小松崎は多忙であるにも、かかわらず快諾した。彼の描くパンサータンクは、超塩やオイルの匂いさえ漂うような迫力あふれる、箱絵で発売された。よく走る戦車プラモと小松崎の画力で、製品はヒット商品となり、その後のタミヤの経営が、軌道に乗るきっかけとなった。現在パンサータンクの原画はタミヤ本社の金庫に、 厳重に保管されている。以後しばらくは、タミヤを中心としたボックスアートを描き続け、1961から1972年、初期のタミヤブランドのイメージ作りに貢献した。後に、弟子筋に当たる高木義士、植田晋もタミヤの箱絵を手掛けることになる。またタミヤには、小松崎の紹介で優秀な人材が入社している。1963年には当時、 柏市内で模型店主として小松崎邸に出入りしていた橋本健次郎が入社し、後に冷戦52型の設計を担当、模型愛好家から絶賛される。翌1964年には小松崎の登園にあたる長倉大陸が入社し、後にミニ四駆ブームの立役者となった。1966年、タミヤでは社内でイラストレーターを養成する必要に、 迫られていたところ、小松崎の弟子にあたる大西正美が入社し筆を振った。白地の背景に、大西の精密なイラストが載った、箱絵は、ホワイトパッケージと呼ばれ、親しまれた。その後今井科学も、小松崎メカニカルアートに着目した。当時のテレビ放映で話題だったサンダーバードのキャラクタープラモデルを製品化するにあたり、箱絵を託すべく、 小松崎の弟子の高荷義師に仲介を依頼し、小松崎の了解を得て描かれた。基地から飛び立つ迫力ある箱声は、1967年に発売されたサンダーバード2号を空前の大ヒットブーをにする原動力となった。サンダーバードはシリーズ化され、ほとんどのボックスアートを小松崎が引き受けている。主役メカ以外のボックスアートにも必ず、 サンダーバード2号は描いて欲しいとイカ学の要望を受け入れ、すべての箱絵にそれが書き込まれた。当時の今イカ学の1968年度、売上目標20億を上回る26億円を達成するほどに人気を博した結果、他のメーカーからも作画依頼が殺到することとなった。1970年以降、日本のプラモデル産業の成長に伴い、 世界各国での需要がある戦車、飛行機、艦船も軽輸出も活発に行われるようになった。それに伴い精密さを増した箱への背景に描かれた箱に入っていないものは誤解を招き輸出の障害となることが問題視される。輸出に力を入れ始めたタミヤでは背景には製品に含まれないアイテムは描かないことを依頼先の画家、イラストレーターらに通達した。 主な輸出先のアメリカの消費者団体に配慮ということである。商品イメージを膨らませるダイナミックでドラマチックな背景。構図小松崎路線から精密な資料性の高い箱への転換が始まる。タミヤでの箱への仕事は1971年1-700ウォーターラインシリーズの駆逐艦が最後となった。以後、 国内市場が主力の模型メーカー日東科学などの戦車アフフやキャラクター問い向けのワンダイからの仕事が増えアニメ、特撮物など小松崎の得意とする動きのある構図、背景を生かした絵を手掛けた。小松崎はジャンルにとらわれず次々と新思考の作品を排出し続け晩年になっても筆を置くこともなくミックスアップ CD ジャケットやプレイステーション2の メタルギアソリッドに限定版付属冊子いイラスト、レガ商業イラストとしては、最後の作品となったなど多方面に活躍した。1995年1月に、愛犬用の暖房からの出荷が原因で、自宅兼作業場が、全焼、数万点に及ぶ作品と、膨大な資料を消失したものの、絵はまた描けば良いと力強い創作意欲を、店周囲を驚かせた。 晩年は足腰こ,こそ弱っていたが、語り口は明瞭であり、インタビューを受けると2時間以上延々と喋り続け、ズボンはタバコの灰を落とす癖があるのでいつも穴だらけなのも、一向に気にせず、相手にはお構いなく自分が入れたコーヒーを何杯も振る舞うという、パワフルで人懐っこく不思議なキャラクターの持ち主だった。平気ラストを数多く手掛けたため、軍国主義的と批判されることもあったが、 彼自身は兵器の機能美、造形美を愛していた。何より戦争体験者として戦争を意味嫌い、一貫して反戦と平和を訴え続けていた。2001年12月、心不全で死去。去年86。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。